はい、こんにちは。まやちゃんねる前原です。はい、今日はですね、こちらですね。うん。モフバンドです。こちら何かというとですね、この iPhone と連動して遊ぶおもちゃだね。うん。バンド型になってて、バンドに巻いてですね、こうやって振ったりすると、うん、iPhone から音が鳴るみたいな。うん。音だけが鳴るので、特にね、光とか鳴らないし、ホログラムで出てくるとかそういう超未来的なものではないんだけど、うん、音が鳴るからこう例えばね、レジン君と戦ってる時のシャキンシャキンって音だったり、うん、こうなんかピストルで撃ち合うドロドロドーンって音、うん、そういうものを、楽しめるバンドだね、うん、はい、それをですね2つ買いましたね、うん、でこれは、1つのバンドに対して1つのデバイスなので、パパはこれ iPhone でやります。でエイシン君はiPad mini も使えるみたいなので iPad mini でやりたいと思いますね。はい、はい、じゃあちょっとね、初めて開けるんだけども開けてみましょうか。はい、はい、おっとびっくりした。これですね、これがモフバンドです。はい、ね、オレンジのシリコンで覆われたバンドですね、うん、はい、中に説明書が入ってますね。日本語の説明書と英語の説明書が入ってますね。中にですね、こういうボタン電池が1個入ってましたね、はい、そしてこちらがモフバンドですね。このバンドはさ、見たことあるよね。これわかる、こういうやつ、ほら、あのヒーローワールドのあのバンドと一緒だね、うん、こういう、なんだろう、中に鉄板が入ってて、こう折り曲がるような形になってたね、これね、うん、はい、だからこう手につけてピタッとくっつくわけですね。ちゃんとくっついた、くっついた、うん、はい、まずですね、これ電池を入れなきゃいけないんですけども、鉄板部分を外しますね、これね、はい、シリコンケースをこれ取るでしょ、はい、でここ、これね、これコインで開ける穴がありますんで、これを開けます、はい、よし、取れた。プラスを上にして電池を入れる、はい、そしたらまたコインで締めると、あ、はい、これで完成、はい、そしたらね、今度利き腕にこうつけるでしょ、うん、利き腕につけますね、緑に光った。そしたら OK。モフを探しています。出た。一つ見つかりました。二つ見つかりました。出てちゃった。一つなんだけどな。えいちゃん、つけちゃった今。いや、ついてない。あ、見つけたって出た、パパ。ニックネームはこれ、パパにするね。モフ。そしたらですね、こんな感じで、いろんな楽器とかもあるね。うん、楽器とか、武器とか。そういう音が出せるみたいだね、うんうん、あ、鳴った、あ、面白い、そう、あ、面白い、面白い、面白い、なるほどね、ちょっとじゃあ違うのでやってみようか、うん、変えてくれた、パパあれじゃ、手裏剣、おお、面白い、すごいすごい、じゃあ、えいちゃん、ギター、ギター、あ、すごい、パパ、じゃあ、ドラムにしてみる、すごいな、すごい、面白いね、面白い、えいちゃん、おー、打った、ほら見て、いくよ、あれいやマジック、パパ、あ、ちょっと待ってパパもボクシングする、バーベキュー、あ、焼いてる、こっちは走ってる、うん、うん、ちょっとさ、昔さ買ったさ、このスポンジの剣を使ってさ、剣で戦ってみない、そうだね、うん、これいい運動になるな、うん、面白い、じゃあゴルフ、ゴルフね、いいんじゃない、
花火ってのあるけど、ちょっと花火やっていい、パパ。乗った乗った乗った。じゃあ、乗ってる乗ってる。ソースが出る。ああ、面白い。なかなか面白いおもちゃだったね。これお外に持ってっても面白いかもね。そう、面白いかもしれない、うん、使いますね。はい、はい、ということで今回はモフバンドでした。じゃあやっぱギターがいいな。